はい、タンタンです。今日はこちらですね。ようやくうちの方にも入ってきました。カマカム100周年のモデルですね。見えるかな。こんな感じで、100周年の記念のインレイがついたモデルで、ボディがこちら HP1 ですね。パイナップルボディのコアのモデルになります。で、まあ、100周年のこの、まあ、ロゴもそうですし、ちょっと見づらいですけど、まあ、ラベルも100周年の、こちらラベルですね。はい、それとあとペグですね。これ5頭のプラネタリーのチューナーなんですけれども、黒のボディの、こういったペグがついたモデルが、100周年の、まあ、今年作ってるモデルということで、みんなこの仕様で出しております。でかなり人気を博してまして、まあ、なかなかこう注文しても来ないような状況が続いてるんですけれども、まあ、ようやくね、うちの方もこちら1本入ってきました。で、こんな感じのまかまからしいね、コロコロとした音で非常にいいですね。やっぱりね、新品なんでね、まだまだなんですけれども、ってな感じの音になっております。で、今回ね、こう、まあ、目もこんな感じで非常に落ち着いた感じの目でいいんですけれども、今回特別にですね、カマカの方、ね、代理店さんの方から、まあ、楽器とあとケースはもちろん、カマカの100周年の記念のケース、ロゴ入りのケースがついてるんですけれども、その他に、カマカの T シャツ、あとカマカのクロスですね、こちらの方も一緒にお付けできるということで、値段的にも、まあ、非常にお買い得な感じにお届けできるかなと思っております。てな感じの、なかなかね、カマカ入ってこなくて、今回も代理店の方に聞いてみたら、なかなかやっぱ中山が溜まってて、次のオーダーがなかなか入ってこないような状況続いているようなんですけれども、今回ようやく1本入ってきましたので、カマカのプレイでお探しだった方、ぜひぜひこちらご検討いただければと思いますので、お願いいたします。こちらカマカの HP1 ですね、新品になりますので、はい、お願いいたします。それではタンタンでした。